こんにちは。小中高年の味方正義です。こちらがですね、私がいつもトレーニングしている場所です。いつもは裏口から駐車場から入りますけど、こちら正門の方ですね、今日は、から入ってみました。こちらが正門ですね。と、これ入りますと、右の方がトレーニング室ということで、あります。こちらがトレーニングの入り口ですね。ここにはサウナ室とかもあります。これはまた別料金になります。こういう感じでここで練習してます。もうトレーニングにですね、行き出して5回目になるんですけど、今日は5回目だったんですけど、今日はですね、エアロバイクとストレッチとトレッドミルですね。それと最後に、ストレッチを少しして帰りました。正直言ってですね、行くのがまた疲れてきてますね。疲れないように、どうしたらいいかちょっとわかりませんけど、やっぱ運動してるからやっぱ、疲れますね。あと、この回数券もですね、ありますからね。あと回数券がですね、1、2、3、4、5、6、7枚ぐらいありますからね。それを、これ7回行って、あとが続くかどうかちょっと自信がなくなってきてますね。あと7回はですね、行きたいと思ってます。エアロバイクにしてもですね、まだ容量はちょっとわかりませんね。一応今日は20分間ちょっと乗りましたけどですね。30W というのが、これが圧力なんですかね。30W という、して、呼吸というかですね、それは最初は15分間ぐらいした時80で、その後はちょっと90に上がったから、15分ぐらいしたが、エアロバイクはいいんじゃないかと思いますので、次回はですね、15分間、エアロバイクはしてみたいと思います。ストレッチはですね、やはり結構26の動作がありますから、これをみっちりやるのはやっぱり20分以上かかりますね。だけ一つの動作を10回、すればもっとかかるんじゃないかと思います。するときも、基本は息を抜いてからですからね。息を吐いてからするという形で、これをきちんとやれば、なかなかちょっとこれもできませんけどですね。するようにしてますけど、途中で嫌になって、10回前後、10回までしてなくて終わってますけど、それとちょっと、トレッドミルということで歩くので、今日も20分間ほどちょっと歩きました。20分間でですね、4.5 キロぐらいですかね。そのくらい歩いて、その後に、ストレッチをして帰りました。これが、1時間が限、1時間あるんですけど、2時間あるんですけど、2時間したことはないですね。もう1時間半ぐらいでバテて、もう帰るような状態です。でも、せっかくですね、2015年から始めましたから、区切りところから始めましたから、まず7回をしてですね、その後、できれば頑張りたいと思います。また、途中でですね、15回というか、あと、この1冊分、あと7回が済みましたら、またですね、投稿さ、したいと思います。途中でもちょっと状況が変わりましたし、します。ただ、ちょっと、やはり、運動ですからね、やっぱ体に負担がかかりますから、体も疲れますからですね、なかなか、継続は力ないと言いますけど、それを続けるのがですね、なかなか難しいと思います。これをですね、回数券を買ってなかったら、もしかすると、2回か3回ぐらいでやめたかもしれませんけど、回数券を買ってましたからですね、その分はですね、最後まで行ってみたいと思います。できたらですね、せっかく始めましたから、最初の目標
道理ですね。続けて筋肉をつけたいと思います。まあ、こういうことで今ちょっと悩んでる状況ということでですね。ということで終わります。